イクを紹介したんですけど、マイクが昼間ね、お父さんもお母さんも仕事で兄弟を全員学校に行くので一人でかわいそうということで新しい友達を買いました。名前はチャミです。この子はまだ2ヶ月でワクチン、まだワクチンが終わってないからお散歩にも行けなくて、抱っこでね、お散歩行くしかなくて、ご飯もふやかした、お湯でふやかしたりとかした、まだ柔らかいドッグフードしか食べれてません。じゃあこの子も遊ばせてみます。イエイ。では開けて出していきたいと思います。3、2、1、ゴー。じゃん。じゃじゃじゃ、あれ、あれ、なんで出ないの？あれ、また出ない。おいで。初めての一歩。よし。あ、よし、来ました。まだね、マイクと違って全然ちっちゃくて大きさが全然違いますね。まだね、この子は抱っこができます。います。痛い痛い。お散歩はいつもこんな感じで歩かせてます。マイクはね、リードつけて歩けるんですけど、この子はまだ、ね、リードもつけられなくて、ずっと抱っこで地面を歩くことができない感じですね。こういうふうに歩いてます。かわいそうに、おやつも食べれなくて、ご飯なんか1日3食しか食べられないので、いつもでも寝ています。この子はマイクと違って目が二重なんですよ。で、ジャニーズっぽいなっていう名前でジャニーになりました。ジャニーがな。この子はもうまだ全然お座りもお手もおかわりもできないから、ゲージから出たらご飯に飛びつき食べたり、全然痛いっていうことを知らないから甘噛みもめっちゃするし、でも怒ってもめっちゃ喜んで尻尾振ってて、だから今特訓中です。歩かせておいて、歩かせといていいよ。で、来た時はちなみに今月かなに来て、まだ2ヶ月です。で、体重は来た時は4キロ超えで、こっちに、で、今は、7キロ。もうそんなにいった7キロ。もし7キロやったら、マイクが来た時ぐらいの大きさかな。そのぐらいです。終わります。では、開けて出していきたいと思います。3、2、1、ゴー。じゃん。なんで出ないの？あれ、また出るの？おいで。初めての一歩。よし。あ、よし、来ました。まだね、マイクと違って全然ちっちゃくて大きさが全然違いますね。まだね、この子は抱っこができます。います。痛い痛い。お散歩はいつもこんな感じで歩かせてます。マイクはね、リードつけて歩けるんですけど、この子はまだ、ね、リードもつけられなくて、ずっと抱っこで地面を歩くことができない感じですね。こういうふうに歩いてます。かわいそうに、おやつも食べれなくて、ご飯なんか1日3食しか食べられないので、でも寝ています。この子はマイクと違って目が二重なんですよ。で、ジャニーズっぽいなっていう名前でジャニーになりました。ジャニーがな。この子はもうまだ全然お座りもお手もおかわりもできないから、ゲージから出たらご飯に飛びつき食べたり、全然痛いっていうことを知らないから甘噛みもめっちゃするし、でも怒ってもめっちゃ喜んで尻尾振ってて、だからちょっと今特訓中です。歩かせておいて、歩かせておいていいよ。で、来た時はちなみに今月かな
な、に来てまだ2ヶ月です。手に手に。こうやってね、手を持ってきて、かりんさんの手はもうこうやって傷だらけです。これ、これも頑張りました。マイクがそこにいたから、そこに行ったらハマっちゃったみたいな感じですね。最近はマイクとジャニーが仲良くなろうと思って、ちょっとずつね、遊びをなしたり、焦がしたり、遊ばしたりをしています。ジャニー、いたずらっ子やな。ジャニーはめっちゃいたずらっ子です。ね、すごい。ジャニーとマイクが違うところは、お腹の色と肉球の色と目です。肉球はマイクは赤っぽいピンクかな、でジャニーは黒なんです。見えるかな、これ黒なんですよ。で目は二重と一重、お腹は黒っぽいのがジャニーで、ちょっと白っぽいピンクがマイクです。見たことがないかな、がマイクです。ごめんしたら、ジャニー、はい、じゃあね、今回はジャニーの紹介をしました。また大きくなったり、もし何かお座りとかお手とかおかわりができるようになったら、また動画を投稿しようと思いますので、また見てください。バイバイ。この動画が面白かったらグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。次の動画でジャニー、バイバーイ。バイバーイ。